まさかあの身のこなしはジレンやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃないの。今回がおそらく、いや間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意なのか、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して次元の攻撃も勢いが増している。まずいな。悟空急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。これは大変にスーパーなことですね。ウィスル、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく本当になんてやつだ。そんなはずはない。俺は負けん。手加減はせんぞ。すさまじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。これがオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に切れ。まさか